グレッチ。グレッチ。グレッチはアメリカ合衆国の楽器メーカーであり、そのブランド。エレクトリックギター、ベース、ドラムなどで知られる。現在販売されているグレッチのギターはほとんど東、アジアにて生産されているが、一部アメリカ製のカスタムショップ製モデルもある。2003年にフェンダーと提携関係の契約を締結。創業者。 フレデリック・グレッチの孫フレッド・グレッチ3世が、ブランドの所有権を維持しながら、グレッチブランドの楽器の開発、流通、販売はフェダーが行う。1883年、ドイツからの移民である、フレデリック・グレッチ、フレデリック・グレッチ、フリードリヒ・グレッチともによって、ニューヨーク・ブルックリンで創業され、当初はバンジョー、タンブリン、ドラムなどを扱っていた。 1895年にフレデリックが39歳で死去し、このフレッドが会社を継ぐ。フレッドは1916年にウィリアムスバーグのビルに会社を移し、これを機にグレッチはアメリカの代表的な楽器メーカーへと成長することとなる。1942年にはフレッドが引退。会社はフレッドの子、ウィリアムとフレッドジュニアに受け継がれる。この二人の経営者のもと、 1950年代、中頃に、グレッチはその前世紀を迎える。6120及び、ホワイトファルコン、シングルカッタウェイ、ダブルカッタウェイの2種類があるに代表される、エレクトリックギターがヒット。さらにジェット・アトキンスが、カントリー・ジェントルマムを使用したことによってその名声は、不動のものとなった。アトキンスに習って、多くのカントリーやロカビリーのギタリストが、グッチのギターを使用し、 グレッチはギター業界においてギブソン、フェンダー、リッケンバッカー等と並ぶ地位を獲得した。1960年代にはビートルズのジョージ・ハリスンもカントリー・ジェントルマンを携えてエド・江戸サリバン賞のステージに立ち、またモンティーズにギターとドラムを提供したことから、グレッチの名はテレビを通じて全米に知られるようになった。1960年代後半以降、 ギブソンとフェンダーがエレクトリックギター市場で人気を二分するようになり、グレッチは次第に KFC に陥っていく。1967年に会社はボールドウィンピアノに買収され、また1973年1月にはアーカンソーの工場が火災に遭う。さらに同年12月にも火災が発生。こうした不幸が続く中、1980年に ボールドウィンはついにグレッチのギター製造を中止してしまう。しかし1980年代に入り、ストレイキャッツのブライアン・セッツァーがグレッチのギターを使用して有名となったため、これをきっかけにグレッチへの再評価が高まった。1982年には、チャーリー・ロイがグレッチを買収するが、すぐにボールドウィンに買い戻される。1985年には、 会社は再びグレッチ一族の手に戻り、1989年からは新たにリーシューモデルを中心したラインナップで製造を再開した。これ以降現在に至るまで、主にグレッチのギターは愛知県蟹江町にある寺田楽器で主に作られていることが知られていて、品質への信頼を高めている。2003年にはギター部門がフェンダーの参加に入り、高級モデルは ミリ規格からインチ規格になり、長野県の富士原やアメリカのフェンダーカスタムショップでも作られるようになった。また1995年頃よりエレクトロマチックというレンカンブランドが誕生。それらは韓国や中国で作られている。2015年にドラム部門がドラム製造メーカーの DW の参加となったことが発表された。契約の問題で、 モデル名が変わっているモデルもある。仕様や型番も年代ごとに異なっている。同型でもカラーによってモデル名が異なるのも特徴である。ボールドウィンに移ると型番と仕様が一新された。例えばテネシアンは当初1ピックアップでシングルカッタウェイというカントリージェントルマンの完全な回帰種であった。62年になるとカントリージェントルマンは ダブルカッタウェイとなり、ミュート機構が装着された。それまでのカントリージェントルマンの仕様を、ほぼ継承、さらに変化させたのが2ピックアップのテネシアンである。同時期に6120もダブルカッタウェイとなり、ミュートは一つ装着されたが、ミディアムスケールとなっている。CG は、ロングスケール。ジェットアトキンスのアーティストモデル、ジェットアトキンスモデル、カントリージェントルマン、テネシアン。 スーパー、チェットなどについては、1979年にアトキンスがグレッチとのエンドース契約を打ち切り、ギブソンと契約したため、名称を変更せざるを得なかったが、グレッチは2007年にアトキンスの遺族と再契約し、テネシアン、スーパー、チェットなどを除いて、再びオリジナルの名称を使用できるようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。